スタミナが首をかっきるポーズ、ロープへ飛ぶ、おっと、ウエスタンラリアット、やっとラリアット打ち勝ちました、小島。先ほどは自分の方が早く右腕を出したので、なんとかね、互角に持ち込みましたけど、今回は同じタイミングでしたからね。そしてロープへ飛ぶ、北宮スピア、スピアを突き刺す、しかし間髪。北宮はまだ斉藤スープレックスを温存しています。んお、これまさかトップロープを受け上げるか、ダイビング戦闘ですか、はい、ここ一番でしか出しません。トップロープからダイビング戦闘、自爆小島間一発でかわした、そしてこじこじカーター、斉藤選手、はい、先頭自爆痛いですね。そうですね、あれ結構きついですよね。さあ小島さとしが狙っています。突っ込んでいきますがかわして、斉藤セブリックス、これは低い体勢、勢いよく投げていった、カウントス、今こうロープ の, あのコーナーから跳ね返ってきた反動をね利用した斉藤スープレックス、うまかったですね。さあ北宮、小島食いなるか。 GHC タッグ選手権の前哨戦、小島との一騎打ちであります。去年の N1 では小島に敗れている北宮。小島選手、あのタッグ選手権の前哨戦結構シングルで敗れがちですからね。そうなんですよ。おっと、おここであっと判定した、タイヤを見せました、ウエスタンラリアット、しかしカバーに行けない。直前の斉藤スープレックスのダメージ、あれがなければすぐカバーされて敗れてたところですからね。先ほどの先頭の自爆なんですけども、はい、当たるのと当たらないの何が違うんだって思うファンがいるかもしれないんですけど、人間のあばら骨というか肋骨がありますんで、人の上に乗った方がクッションはあるんですね。やられる方はきついんですけども、仕掛ける方は大ダメージ、かわされたら大ダメージという戦闘員がありました。さあ小島のウエスタンラリアット、もう一発、10分経過。北宮選手ラリアット食らってますからね、ピンチですよこれは。さあウエスタンラリアット、さあチャンピオンの小島さとしが前哨戦を制しました。ということはこの稲葉北宮組挑戦したチームは前哨戦、まあ、2連敗ということになりますね、井上さん。そうですね、やはり、まあ、1.1 丸藤健太を破って勢いに乗る杉浦小島強しというイメージですよね。やっぱ今年も勢いが、ね、あるかなっていうのはね、この前哨戦で証明されましたね。小島の充実ぶりが際立ちました。52歳小島さとし、タイトルマッチへ視界良好です。